K デスクトップエンバイロメト3は、K デスクトップエンバイロメントの第3シリーズのリリースである。このリリースは6つのメジャーリリースを含んでいる。KDE ソフトウェアコンピレーション4のリリースの後、バージョン3.5は、トリニティにフォークされた。K デスクトップエンバイロメント3.0、K デスクトップエンバイロメト3.0は、ネットカフェや企業による利用で、ユーザーが、 ソフトウェアのすべての部分に対するアクセスの権限を行うことを不許可にすることが可能で、キオスク環境のような制限された使用法のより良いサポートが導入された。K デスクトップエンバイロメト3.0では新しい印刷のフレームワーク、KD プリントが登場した。これはモジュラーデザインになっており、CAPS、CPRNG、LDP、LPR といった 異なった印刷エンジンをサポートしている。KD プリントは、コマンドラインインターフェース、フレームワーク、GUI による設定を提供しており、これは OpenOffice.org やモジラ、アクロバットリーダーなどの非 KDE アプリケーションにもアクセス可能である。このリリースはまた、KDE アプリケーションの中心的なアドレス帳を提供する新たな KDE アドレス帳ライブラリーを 導入している。K デスクトップエンバイロメント 3.1K デスクトップエンバイロメント3.1では、カラミックという新しいウィンドウのテーマと、クリスタルという新しいアイコンのスタイルが導入されるとともに、いくつかの機能強化が行われた。このリリースでは、コンタクトを通じたルダップの統合が大幅に強化されており、Microsoft ス x c h a n g e 2000への互換性が、コルガナイザーでは、 確保されている。他の改善点としては、コンカラーでのタブブラウジングや、クジェと名付けられた新しいダウンロードマネージャーザインに基づく新たなマルチメディアプレイヤーのプラグイン、デスクトップ共有のフレームワークなどがある。K デスクトップエンバイロメント 3.2K デスクトップエンバイロメント3.2は、Web フォームや e m a i のインラインのスペルチェックや RDP プロトコルのサポート、 パフォーマンスと f r EDESKTOP.org 標準への準拠などが行われた。Apple のサファリウェブブラウザと KDE コミュニティの協力により、KDE の Web サポートは、Web 標準に対する準拠を向上させ、パフォーマンスの向上も見られる。このリリースには、ジュークやコペテ、クオリットなどの新しいアプリケーションが含まれている。 軽デスクトップエンバイロメント3.3軽デスクトップエンバイロメント3.3は他のデスクトップのコンポーネントとの統合に注力した。コンタクトはグループウェアアプリケーションであるコロブとクパイロットに統合され、コンカラーはインスタントメッセージングの連絡先に対するより良いサポートを提供した。ジュークは軽3ビットを用いての音楽 CD を焼くことをサポートする。このリリースには カラーペイントや、クワードクイズ、クラチン、クタートルなどの新しいアプリケーションが含まれている。K デスクトップエンバイロメント 3.4K デスクトップエンバイロメント3.4は、アクセシビリティを向上させることに注力した。テキスト音声変換システムのサポートが、コンカラー、K と KPDR、スタンドアイロンのクセールとで追加されている。また、 新たなハイコントラストスタイルのアイコンとモノクロのアイコンが追加され、すべての KDE アイコンを2つの希望する色で着色するアイコンエフェクトも追加されている。K デスクトップエンバイロメト3.5、K デスクトップエンバイロメト3.5のリリースは統合され簡単にインストールできるウィジェットを提供するスーパーカランバを加えた。コンカラは広告ブロックを追加したほか、Firefox や インターネットエクスプローラーよりも早く、2番目にアシットにテストを追加したブラウザーになった。コペテは、MSN と Yahoo IM のプロトコルで、ウェブカメラをサポートするようになった。KDE ソフトウェアコンピレーション4のリリース後、K デスクトップエンバイロメト3.5は、トリニティとしてフォークされている。ありがとうございます。